2015年12月26日、今年最後の生放送終了後、TBS ラジオ、第6スタジオ、今0時24分、要するに明けて12月27日、0時24分でございます。今夜の特集はシネマランキング2015ということで、私歌丸とリスナーの皆様のランキングを、放送内で発表いたしました。久々、この放課後ポッドキャストでは毎年恒例のタマフルクルー、ランキングを発表してもらいます。その前に、失礼しました。その前に、今回はスペシャルゲストにも来ていただいております。じゃあ、順に、時計順でお願いします。島尾真帆です。はい。そして、あ、三宅隆太です。はい、そして、放送作家高橋洋二でございます。はい、どうも、洋二さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、夜遅く皆さんお集まりいただいて。島尾さんありがとうございました。いえいえ。お香をね。はい、おこを置いて願いして来ていただきましたありがとうございます。さあということで、まあ早速なんで、まずあれですね、僕のそのベスト10やってベスト5を当てるというね、ベスト10じゃなくてベスト5ですよ。当てる、でも順番も当てるってことなんですけど、一人もで800通だから来たのに一人も当たんないっていうんですよ。これがねちょっと僕的にはね。どうなってんだよと。俺がローンだけローグネーション好きか言ってるだろ、普段からってね。言ってないのかな、っていうのがね。でも2位と3位が逆だった人が3人いるっていうのは、この人たちが、ものすごい施設に状態でしたね。あの4名だけ作品は合ってる方がいらっしゃるんですよ。で、はい。で、ね、このね、名前読んだらわけだ。石田さんって、この人は、順位が1個だけ違う。スターウォーズとミッションインポッシブルの1だけ違う。9万円ね。人生が変わる9万円が。大体これ見るとやっぱりスター・フォースの覚醒が入ってきたことでみんな撹乱されてますよね。そうですね。確かに僕が熱狂してるのは事実だけども。ねえ。と、あとやっぱり僕がその今年の早い段階でフォックスキャッチャーすごい好きって言っちゃって、まあ実際僕の中では上位なんですけど、それでやっぱりこう、あんだけ言ってるんだからっていうあたりも多分。それと、歌丸さん。1位は当然あれだろうっていうのを、外しにかかる癖っていうのがずっと連チャンしてたじゃないですか。なるほど、ね。あのマッドマックスが2位っていう人が意外と多かったんじゃないですか、ね。なるほどね。マッドマックス1位だと思わなかったですね。あ、そうですか。うん、なんかここまで行っててしないと本当に怒られるだろうなと思って。あの霧島の時に2011かな、ね、霧島の時にあえてスカイフォールとかねっていうのもありましたしね。去年なんだっけ。ガーディアンズ。ガーディアンズはまあ僕はね、まあ、食べてもありますけどね。はい。ということで、まあ、失礼いたしましたということで、まあ、キャリーオーバーですから、また皆さん来年巨万の富をね、掴む可能性がさらに広がったということでございますんで。さあ、ということで、まずはこのお三方、ヨウジさんはね、伺いましたけど、ヨウジさんちなみに、ワーストのジュピターということで。だから、CG 離れが世界的にある中で、こういう CG の使い方をまだやってるんだっていうのと、何、ですかね、この古臭い お話って何だろうっていうことですね。全宇宙を救う人が2、3人いて、それが主人公と戦うっていうのって、よく作ってる人たち途中で気がつかなかったのかなっていう感じです。心が折れずによく。あ、そういう感じです。おしゃれ好きしてはね、ネットフリックスのセンス8っていうあれだと、やってることはクラウドアトラスの、軸を横に広げた、変えただけなんだけど、あれはノー VFX っていうか、ノー CG でやってるんですよ。全キャスト世界中回らしてロケして、切り返しのその要は軸を越えて話してるのとかを、全部撮ってるっていう。ペドゥナが出てるんですよね。そう。だからそういう意味では、センス8はちょっと、なんかこう一個進んでるんですけどね。なんていうのあるとか、ジュピターはなんでああいうことになっちゃったのか。話し続ける気満々のようでしたけどね。もういいですけど、みたいな感じがありましたけど。さあ、ということで、じゃあね、早速ですけどね。島尾さん。はい。はい。島尾さん、だって映画とか行けなかったでしょ、だって今年。いや、でもね、行きましたよ、映画館。そうなの？うん。出産後。行きました、行きました。もう話題作を見ましたよ。あ、ほんと、話題作。あ、そう、そうですか。はい。じゃあちょっと島尾さんのベスト10。まあ、私はあれですよね。今年の作品じゃなくて、今年見た作品ですね。そうそう。島尾さんが今年見た。なんなら当てていただいても構わない。島尾さんは難しいですよ。だって、ついこの間だっけ、まあ、とにかくさ、いやー、シャイニング見ましたよ。あ、そうですね。今年の最初の方ですね。意表をつくのが来ます。いや面白かったとか言ってね。そりゃそうでしょうね。つって、羨ましいなっていうね。まあ、じゃあちょっと、どんだけ驚けるか楽しみなんでね。はい、お願いします。はい。
5位からでいいのかな、ベスト5、ベスト5で5位からですね、うん、はい、5位はですね、崖の上のポニョです。絶妙ですね。最高ですね、マジ。あ、そうですか。ポニョ来た、ポニョ、うん、ポニョ、はい、4位マッドマックス怒りのデスロード。これ見に行ったんです。これは良かったです。はい、で3位がマッドマックス。1作目。一応マッドマックス怒りのデスロードの後に見ました。面白かったんで。面白かった。すごく面白かった。面白かった。面白かった。2位が、2位がチャッピーですね。ああ、チャッピー。ああ、はい、じゃあ今年。はい、当たんなかったからね、番組でね。で、1位。はい。ヘドウィグ&アングリーインチ。なるほど。何年でしたっけ、あれ。2002年。2002年。2002年の3月かな。はい。ですね。はい。じゃあちょっと、一応解説お願いします。はい。ですね。ポニョね。ポニョは、びっくりしたびっくりしたびっくりしました。びっくりした。1位じゃなかったですよ。1位ではなかった。1位ではなかった。あの、島野さんのさ、こう、びっくりした方向から来るのでさ、なんていうの？あの、その監督の、あの、ちょっと古めの最新作の1個前が来るっていうさ、ヒュー、ほら、ね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートじゃなくて、あの、ヒューゴが来るみたいな。ああ、そうですね。ヒューゴ良かったですね。そういえば、去年の1位でしたっけ？去年1位。去年の1位。いや、でもさ、時間経っちゃえば別に、もう関係ないからね。うん。全然いい。そうなんですよ。うん、むしろ時間経った時の方が、こう評価がもっとフラットにね。まあ、まあ、確かにそうかもしれない。そうかもしれない。はい。はい、ポニョ。いや、ポニョは、まあ、普通にこう、あれ、これって、どういうことなんだろうって、まあ、思いますよね。あ、見てて見てて見ててね、うん、あ、確かに思いますよ。これやっぱり黄泉の国の話なのかなとか、うんうんうん、いろいろ意見がほら、うんうんうん、ここまで言っちゃっていいのかな。もういいでしょう。ネタバレ全然全然いいですよ。テレビでやってましたよね。あの不思議なさ、あのバランスっていうかさ、見てて、あ、こういうことかなと思って見てると、えそうそうそう、いろいろね、かき混ぜられる感じが、うん、あの人面のついたさ、魚が、まあ自然に、その金魚的に、もう子供が怖、ね、怖がない程度には普通のものとして受けられる世界かと思うと、後半で、人面魚じゃないのみたいな。結構怖いんですよね。人面魚って言葉はこの作品では使っちゃいけないと思うんだけどっていうのは。面白い、でも面白いところだよね、そこね。うん。ポニョのあのね、ちょっと変化するところもちょっとキモい。キモいし、うん、あとあの、あの、ボートに乗って、あの、うん、奥さんが赤ちゃんを、夫婦が赤ちゃんを、そう、抱いてるあのシーンがあるじゃない、うんうん。まあ、あれもすごい不思議だったんですけど、うん、ちょうど私が子供と同じぐらいの赤ちゃんで、うんうん、もう本当にああいう感じなんですよ、赤ちゃんが。赤ちゃんの赤ちゃん感。あれ、あれ赤ちゃんじゃんっていう感じで、うちの赤ちゃんですね、って感じで、それが感動しました。あ、その赤ちゃんの赤ちゃん感に、うん、赤ちゃんらしさに。うん、そしたらね、うん、かぐや姫、うん、の物語、まあ、物語はもっとそう思うよって言われて、うん、あの来年見ようと思いました。来年の10位がね、楽しみです。マッドマックスも2見てないから、2、来年2見るから。すごいね。ね、まあ、2も面白い、2もめっちゃ面白いよ。あ、楽しみ。だってマッドマックス、イカのゼロ好きで、1も好きだったら、それ2絶対好きだよね、うん、それはね。ああ、本当ですか。マジで。ワンより、あの、ツーのが近いから、今回のに。世界観的にはそれは。俺、2位か1位がマッドマックス2だと思っちゃった。ね、今予想してましたよね。本当にね。いや、まだ2までね、及ばなかったですね。どういう順番で見てるの。まあでもいいと思う。まあ、ポニョはじゃあそういうことね。うん。うん、まあ、マッドマックスは、最高ですよ。最高で。怒りのデスロードも、うん、1も。いやいや、怒りのデスローのまでわかるけど、うん、その、一作目に遡って、でもほら、全然違うじゃない？全然違う。一作目は。でも、まあね、あの、デスロードは、やっぱり、行って帰ってくる。うん。あの話っていうのが最高って思って、うん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 、って書いてる。っていうだけの話なのに、うん、あんなにギャンギャンしちゃって、うんうん、あんなにギャンギャンするなんて、最高じゃないですか。ギャンギャンする。行って帰ってくるだけなのに。まあね、うん。で、ワンは、ワンはね、やっぱりあの、赤ちゃんが出てくるんで、あ、本当だ。すごいハラハラするんですよ。しかも結構さ、あれじゃない、こう連れた母としてはかなり厳しい展開になるじゃないですか。うん、で、一回大丈夫で、あ、また行けーっていう、うん、
あの感じ？キヤーでしょ、もうあの。キヤーですね。うん、あ、じゃあもう、そうか。もう、そのから先のマックスの感情にもう、もうやってやると。なんでマッドになるっていう、ね。マッドになる。あとさ、女の人が、やっぱいなたくて可愛いっていうのが、で、あの、デスロードの方は、もう洗練されて、モデルな感じの、あの、やっぱり、ネオな感じじゃないですか。あ、確かに。うん、それに遡って、ワンの女の人は、うん、もうオーストラリアのね、運命の女優さんでもすっごい可愛くて。可愛いよね、うんうんうん。なんかその女の人の感じもね、よかったですね。おー、マッドマックス。そんな見方があるのか、マッドマックスの。面白いな、これ。うん、チャッピーはね、うん、あ、やっぱ最後が最高でしたね。最後、うん、あの、あ、こうなるか。ネタバレになっちゃうからね、ちょっと気をつけないと、ね、うん。そうそう。でも、ね、子育て映画じゃん、これも。やばいね。あ、赤ちゃんじゃん。ね、赤ちゃん。うん。うん、でも、まあちょっと、途中までは、うん、ちょっと展開早すぎないかなとか、うん、なんか大雑把かなと思ったんですよ。うんうん、あの、うん、チャッピーがの懐くのもちょっと早い感じもしたし、あ、まあ、成長がすごい早い感じもしたし、あと、その、主人公との絡みっていうか、うん、あの、うん、愛情っていうか、ね、結ばれ方もちょっと、こう、見てる方としては、そんなに、うん、そこまでかみたいな、そこまでがっちり友情来ちゃうかっていう感じだったんですけど、うんうん、でもなんかこう最後のあれになるともう最高っていうかこの放送だこれだけ聞いてる人は全く伝わってこない見てればわかるでしょ見れば、うん、あの結構さあそっち行くみたいなのありますよねそうねあとやっぱなんかファンタジーのようで微妙にあり得る話かなとも思ったしあまあ今人工知能話題ですからねうんなんか結構身近に感じる。あ、そう。うん。これは結構あり得る話なんじゃないかなと、私的には思いましたね。チャッピーよかった。うん、よかった。はい、あの、そうですね。ちょっとゾクッとしたっていうか。あ、そう、うん。そう、終わりの展開に。うん。うん、見ました。まあ、そう見ました。こう置き換えて、みたいなね、うん。そこが一番大変じゃねえかって思ったら、俺見ててね。うん、でさ、あ、結構早くできちゃうんだなそうそうえ、ライトえ、ライトみたいな。そうさ、こう見てて、え、ちょっと待って、今その、さ、サクッとやってる、それが人類史上最大の発明だと思うんだけどっていう。まあ、サクッとしてますよね、うん。それができれば、ちょっと待ってね、みたいな。もろもろの揉め事待ってね、みたいな。ちょっと、そう。でも、あのね、悪者もさ、うん、すっごい大嫌いだったけど、うん、最後、結構好きだったし。我ながら雑だけどいやいやこういうことですか、うん、もちろんチャッピーねなんか良かったですねそうなるほどねですねはいニールプロムガンプはいそして1位ヘッドウィーグ&アングリンチ、うん、これはもう本当に音楽がすごく良くてなんでまずさなんでこのタイミングでこれ見ようと思ったえずっと見たかったんですよ2002年の時から、うん、あるあるあのさ見なきゃ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 と思って見たい見たいと思いながらねあるあるでもねちょっと意外でしたもっとなんか、うん、あのミュージカルっていうことも分かってなくて見たんでうん最初はちょっと入れなかったんですよ、うん、でもなんかアニメもなんかちょっと、うん長いし、うん、と思ってたら。なんか、島本さん全部あれですね、最初は晴れなかったのが結構意外と来ますね、これね。ああ、そうですね。傾向としてはね。うん。なんか、期待値がこう、上がってない方が。うんうん。そういう、最後にこう、ガンっていくのがいい。うん。でも、マッドマックスはもう、最初から最後までギャンギャンだったじゃないですか。うん、ギャンギャン。それがまあいいんだけど、ちょっとこう、なんていうかね、チルな感じっていうかね、うん、ゆったり見れて、期待してないんだけど、なんか、あの、読後感ですかね、見た後に、うんうん、あ、なんか、すごく良かったんじゃないかなっていう、豊かな気持ちになるっていう。まあまあまあ。うん。良かったです。あ、ヘッドウィーグ。あれは、やっぱ彼氏がいいですよね、ヘッドウィーグ。どういうんだっけ、全然忘れちゃいましたね。夫っていうんですかね。うんうん。あ、うん。女の人じゃないですか。うん。夫が。うん。それ最初分かんないでしょ。分かってた、みんな。分かってるからみんな思えてないからあでもいや、うん、いやあのそういう映画だって分かって見に行ってったと思うけどねあ本当に、うん、あそうか私最初男の人だと思って見たら、うんうん、女の人だったからちょっとびっくりしちゃってそこでそういう幸福な感じありますよねやっぱでもね、うん、よくしそのさほらビデオだけでパッて借りるとさ映画とかってやっぱどうしても情報映画館に行くときは入るじゃないですか、うん、それが なしで結構フラットに見ちゃうのありますよね、うん、そうそうそうですね、うんいや、なんか、2002年にあんなにみんながいる、結構ヒットしましたよね。した、全然、うん。いや、今だったらちょっとやっぱ、こう、埋もれ
ちゃうんじゃないかなっていうか、まあ、うん、あの特殊な映画ではあるけど、もっと地味に終わっちゃう映画なんじゃないかなと思ったんですよ、今上映されてたら。そうだね、2002年の、うん、あの時の感じっていうのもちょっと思い出した。なんかああいうのをみんながちゃんと見に行ってたっていうか。あ、そういうのありますね。うん、あの多分確かミニシアターがちゃんと機能してた、みんなが行く場所だったっていうね。ハルコの WWW が今あるところが、多分ヘドウィグやってたんですよね。シネマライズやってた、うん、でみんなこぞって行ってた。確かに、そっか、ミニシアター機能、それはねありますね。うん、そうそう、だから、うんうんうん、今だとちょっとはヒット、あの時みたいな感じでみんな騒がなかったんじゃないかな。全然時代感違うけど、これもシネマライズだけどさ、だから例えばバグダッドカフェがすごいヒットしたとかさ、そういうのってなんか確かに今、まあね、タイミングはありますよね、うん、ああいうのはね、うん、って思いました。なるほど、うん、あの時代の時のなんかちょっとみんながこうあんまりせいていろいろ見てない感じっていうかね、うん、あれってやっぱちょっとこうあの余裕を持って見ないと、うんうん、最初からそのアニメとかもあったし、うんうんうん、こうちょっとこう入りづらい映画だから、うんうん、まあ、でもミニシアターに行くってことはある程度入り、ね、そういうさ、そうそう、癖のある映画行くつもりで行くっていう視聴態度が、うん、まあ、普通にあったっていう、もうちょっと今よりはみんなそういう感じがあったんだけどって、うん、じゃないかなっていうのも含めて、うん、でもそれ本当そうかもしれないです。なんでそれそうなっちゃったんですかね、今みたいにね、うん、それは本当にあの工業界のとてもハードな問題にぶち当たりますよね、ミニシアターでやるような映画をもう配給しても要するにペイできるかできないかみたいなお話になってきちゃうんですよね、うんうん、やっぱ入んなくなったっていうところがまず最初なんですね、っていうことじゃないですかね、まあ、うん、東京はまだしもみたいなことなんでしょうね、うん、確かに、まあ、それはよく聞きますね、うんうん、なんか最初から最後まで面白くなくてもいいんじゃないかなって思いました。まあ映画全体本当はそうなんだけどね、うんうん、それは本当そうですよね、うん、なんか見た後になんか残ってればいい、昔のだってアクション映画とか見せ場別に最後の方のちょっとしかないよ別にとかね、うん、でマッドマックスもさ結構長いじゃないですか、マッドマックス1作目はそうですよ、もちろん、うん、それがさやっぱ最後こうなんか確かに気持ちよくてか、うんうん、アトラクション1作目はすごい変な話ですけどね、その終わるポイントとかもすごい変だしさ、遠かったとかがさ、そうだからボスを、これ毎回そうなんだけどボスを倒すとこが山じゃないみたいなさ、うん、これ毎回やる、おばあちゃんも面白かったしね、うん、とかそう、最後さ主人公がさこうやってさうとうとしながらさ運転して終わるとかどういうことだよってさ、うん、はてなってるね、変わった映画なんだけどさそれは、うん、あとはいろいろね、ゴームガールも見ましたよ、エリジウムも見たし、そのチャッピー流れで、でもなあの並べてみると毎回同じことやってんなって感じあるでしょ、やっぱそうですね、大宮地区は見てるんです、大宮地区 見てますね、うん、あのカニのパスタを食べながら見て大失敗してました。なんでよりによってそういうチョイス、大失敗、なかなかカニのパスタを食べながら映画見ない、飲み込めなくなった途中で、早くこのシーンすぎてと思って。ゴーンガールどうでした、やっぱね、ゴーンガールはね、うん、あのゴーンガールこそいろいろ前情報があって、うん、それがまだ記憶に残った状態で見てたんで、うん、まあ、橋本さん、うん、橋本プロデューサー、うん、元プロ橋 P とかの話を聞いて、うーん、あれで女の人が怖いって言われるのはちょっと心外だなと思いました、うんうんうん、なるほど、それも分かるけど、あれだってあの女の人変態すぎるもん、まあまあまあサイコパスですからね、うん、全然ね、うんうん、だからあれで女怖えとか俺なんか俺をのなんか自分を当てはめられるのはちょっと違うかな、それだったらそのストーカーの怖い話をで男怖いよねって言われたらみんな男俺は違うって思うだろうって思いましたね、うんうん、なるほどね、うん、それよりも私はその親が娘に対しての、うんうん、の方があれは問題だから、うんうんうん、問題っていうか、うん、も根本はそう、根本もそうだし、あの童話のね、うん、童話っていうかあれのね、自分にこう跳ね返す、うん、あの帰り見るとしたら親としが見てはぁって思う映画なんだけど、だから夫がはぁって思わなくてもいいんじゃないかなと思いました。ああそう、だって大体ああいうもんなもんだって、大体ああいうもん、うん、だと思いましたよ、あけど、なるほど、でも普通に途中で、うん、最低この男とか思いながら見たけど、うんうんうん、っていうのは面白かったけど、うんうん、なるほどね、うん、なるほどなるほど、ゴンガール
そうだから、はい、そう、それはちょっとね思いました。はい、うん、以上です。何以上です。エビジウムはちょっと派手だったな。うん、ああそう、うん、チャッピーの方が全然好きだった。ああそう、うん、他にもいろいろ見てるんですか。宇宙人ポールでしょ。で、あとシャイニング。今年の映画館、映画館は見てないですね。さすがにそれはそう。そうですね、うんうん、いいとこ行ってますね。宇宙人ポールとか。宇宙人ポール入んないんだ。宇宙人ポール面白かったけど、うん、まあまあ、うん、そうですね。ポニョの方が面白かった。ああそう、まあ、ポニョはね、ポニョはポニョはでもやっぱすごい変だね。そう、変だからいいなっていうのが、うん、いいかもしれないですよね、うん、確かに、うん、はい、はい、分かりました。じゃあ、島本さん失礼しました。すごい独特すぎてもねえ、でも面白いです。でもそのミニアシアターのことが言われてみればっていうかね。いや本当、あの頃のね、友達とか周りの人がみんなヘドウィグ見てたんですよ、うん、ですっごく盛り上がってたから、うん、もうちょっと派手な映画だと思ったんですよね、うんうんうん、そしたら割とこう優しい映画だったんで、うんうん、あ、なんかこれって今年とかその2010年代とかに 見るかなみんなって思ったんですよ。確かに確かに、うんうん、バッファロー、まあ、なんか60とか、うんうん、そうそうそうか、ああいうの今だったらあれかなと。なるほどね、うん、むしろそっか、そういうのがちょっとその80年代よりはさらにちょっとメジャーっていうか、それこそみんなが行ったりするような時期が島田さんの青春期かもね、うん、そうですね、うん、そうだから20代の時に、まあううまあ、だからこそね、次々いろんなこと閉じちゃってるんだって思いますけどね、やっぱね、それはね、うん、ユーロスペースとかだってむちゃむちゃ混んでましたもん、昔だった。そうでしたね、あのフルハムロードのとこにあった時とか、うん、フルハムロードがもう古いって話なんだけど、雪で進軍は本当そうそう、まさにその一番混んでた映画じゃないかなっていうぐらい混んでました、うん、すごかったですね、ねえ、あんなさ、えぐ、まあ、あれはえぐいっていう切り口があるけど、うん、やっぱ今やる、ね、やるとしたらポレポレなかなかもしれないよってね。そうですね、うん、そうですよね、なるほど、というような、はあ、あと6歳の僕が大人になるまで見ましたね、うん、ありがとうございます。どうですかあれは。赤ちゃんじゃないけど、いや面白かった面白かったうん、うん、面白かったけど、うん、結構長かったですけど、あれ長いよね、うん、でもね、あれ面白いね。あれがさ、あれこの人は、ああ立派になってっていう、ああそうね、そうああなっちゃうんだよね、そうそう、あれ字幕が一切ないのがいいですよね。ああそのいついつの、うん、だからあ11歳になったのかなと思ったらまだ10歳だったとか、そうそうか、あいかんいかんとか、どこのぐらい飛んだかをこうやって判断するしかないの、ええ、なるほどね、不親切な感じがいいなと思って、やっぱ輝いてる時もあったりとか、うん、そういうのもこうやっぱ出ちゃいますよね、うん、まあね、人が、うん、残酷にも、うん、彼自身の輝きが、そうそうそう、あの6歳を見て思ったことは、はい、あの山田洋次監督の男はつらいよの、うん、途中から吉岡秀隆さんが、はい、あのさくらの息子をやるようになってからの再編集版をやったら、うん、もっとすげえのになと思いましたね、うん、あなるほどなるほど、それはやっぱそのあれですか、その経年変化感みたいなことですか、すごい名作になると思うけど、ああそれとタイムスパンね、長くやってるシリーズはそれ活かせるんですからね。そうなんですよね、今それこそだからスターウォーズじゃないけど、五人サーガーとかもそうですけど、経年変化みたいなさ、そこを活かす、うん、その続編なりなんなりって結構のようなもののようなものとかね、まあ、そうですけど、うんうん、結局時は経ちますからね、うん、これぐらいのことみんなもできるのかもしれないと思う。昔と違ったとこビデオとかで昔の映画とかをフラットに見れるから、うん、そういう経年変化ものみたいなのがさ、うん、やりやすくなったのもあるかもしれないですよね、うん、昔だったらもうこんなん知らないから分かんないってなったけど、うんとかね、でもラジオってねすごくレギュラー長いスパンで考えるじゃないですか。そうですね、長寿番組多いですから ねで月あの年に1回の企画があったりとかもするから、うんうん、おなじみのなんつって、そう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 、やっぱそれのって面白いなって思うし、長いスパンの時間が感じられる、うん、僕らだってもう放送始めてもうね随分経ちますからね、やばいですよ。だって放送始めた頃の録音聞いたら島さん今のと比べたらやばって、そのさ今回あのフォースの学生でレイヤーが第一声を発した瞬間におばあさんの声だっていう、うん、
もう おばさんじゃないっていうか、うん、おばあさん低いんですよ。もう低音が聞いてて、新郎さんももう聞き比べたらもうそこがガーって、うん、僕だって今もうすっかりえっとかね、歌まですかええええってね、こうなっちゃってますから。母親の友達にあなたの娘おばちゃんになったわねって言われたぐらいですかね。あ、母親がずっと聞いててくれた。あ、声が、うん、マジで。うんうん、まあ、言うことがっていうのもあるかもしれない。言うことがおじ、マジちょっとね、あんま僕分かんないですけどね、ずっと会ってるからね。そうなんですよね、はい、うん、オリーブ少女だったのにっつって。そうですね、ミューズ、ミューズミューズだったのにもうミューズってフレーズもね、ずいぶん古くなっちゃいましたからね。そうですね、はい、はい、はいはいはい、失礼しました。じゃあ島尾さんのね、ベストを伺いました。じゃあ続いては三宅龍太君、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ順にタイトルをとりあえず上げて、ね、10個ですか。はい、はい、10位がアイオリジンズ、9位が5人サーガ、おー、8位が、4、あ、配ります、大丈夫です、紙作ってます、はい、はい、8位が45歳からの恋の幕開け、7位が、戦慄回帰ファイル超怖すぎファイル02暗黒機関ヘビ女の会、長いですねタイトル。6位が明日の家族の作り方、うん、5位が忍者アベンジャーズ、4位がサンドラの週末、あで3位が、リベリオンワルシャワ大攻防戦、2位が、ファイナルガールズ惨劇のシナリオ、すごいな、で1位が6年愛という作品です。すごいな三宅さん、すごいな。ちょっと全然わかんないのもあります、見たのもあるけど、あのというのはこれはですね、あの劇場未公開の作品が結構入ってて、はいはい、劇場未公開、まあ、いわゆる DVD スルーとか、おうおうおう、 DVD ダイレクトとか言い方いろいろありますけど、はいはい、こう DVD だけで出てるものとか、うんうん、あとは1位なんかはあの今ネットフリックスで配信してる映画だったりして、あのそういうあの劇場未公開作に割と個人的には当たりがすごく多かった年だったなっていう感じがして、で、あの選んだ基準は、うん、さっき島田さんがね、映画ってずっと面白くなくていいんじゃないかっておっしゃってましたけど、うんうん、僕も全くそうだなと思っていて、うんうん、あの形はあんま綺麗じゃないのかもしれないんですけど、うんうん、あのまあ、割とこう情動が刺激されたというか、うん、あのあるこう作ってる人たちのこう高揚感というか、これをやりたいんだなっていうものが、まあものすごく響いたものを、まあ中心に選んで、こういう感じになったっていうことですかね。はい。はい。ちょっと一個一個ちょっと話伺っていいですか。はい、どうぞどうぞ。はい。じゃあ、アイオリジンズは、はい、これは未公開で、まあ DVD にもまだなってなくて、あの iTunes で配信されてるらしいんですけど、僕はあのスターチャンネルっていうあのスカパーで放送したのを見たんですけど、はい、まあ低予算というか、まあ低予算って言ってもまあそれなりにはかかってるんですが、その、アナザープラネットっていう映画が前あってですね、2011年にあのサンダンスの審査員賞を取った映画で、うん、その、脚本と監督がさ、マイケル・ケイヒルっていう人の新作なんですけど、うん、あの、まあ、割と SF 的なモチーフをこう、割とこう、さらっとですね、哲学とかスピリチュアルで料理するのがうまい人で、あの、今回も、あの、人の目の写真を撮るのが趣味の、あの、学者の青年っていうのが主人公で、はい、で、ハロウィンパーティーでこう、目だけ穴が開いた仮装してた女の人の目に惚れ込んじゃうんですね。これ運命の目だと、運命の出会いの目だって言って、で、その彼女をずっと追っかけるんですけど、うん、まあその、まあいろいろあってですね、シンクロニシティとかいろいろあって、なんとか出会うことができて、うん、まあ恋仲になるんですけど、あの、まあそれでまあちゃんちゃんとうまくいけば普通の話だと思うんですけど、その人があの映画の真ん中行く前にいきなり死んじゃうっていう、うん、もうすごいこうびっくりするようなプロットラインを辿ってて、うん、そこからちょっとあの、当初想像してたのとはもうかなり違う方向に話が行くんですけど、あの、非常によくできた、あの、テンポを上げずにこう展開をうねらせていく、感じがまあすごいというのと、あの、これは相当見応えがありましたね。あの早くソフトになるといいのになと。アイオリジンズ。アイオリジンズ。面白そうですね。面白いですね。はい、で、まあ5人サーガなんですけど、あの、9位ですね。はい、まあ、なんですかね、まあ、よく作り手が、まあ、僕もそうですけど、こう登場人物をまあ生きた人だと思って考えるっていうのはすごい大事なことで、あの、脚本学校でもそういうふうに教えてるんですけど、その登場人物のバックストーリーにこう思い入れをしていくと、まあ、場合によってはそれが単なる思い込みになっちゃうっていう、その作り手だけが、こう、なんですかね、こう過剰反応してるような状況ってよく起きちゃうと思うんですけど、
ちょっとその限界を超えてるというか、ほうほうほう、もうここまで情念が強いと、うん、もう、うん、もう何ですかね、完全に僕がこう圧倒されちゃったというか、うんうん、まあ、特にその、江本明さんの息子さんの江本佑くんが演じてた役が、うん、まあ、要は一作目の、うん、まあ、場面の、場面の、まあね、そう、下野さんに出しますと、5人って1995年かな、か、6年か5年か6年か。の、石井隆さんの映画の、うん、まあ、その、時代をちゃんとリアルタイムで経た後の続編。うん、で、その前の主人公たちの子供世代っていう話なんですよ。うんうん、で、その、ね。そうなんですよね。その前の映画のあるクライマックスがあるんだけど、うん、その場面のそこの人のこと俺考えたことなかったんだけど、みたいなね。そうなんですよね。でもやっぱり印象には残ってて、はいはい、で、まあそこには、まあ、フォーカスされている、ある、あれではないじゃないですか。はい、あそこを起こしてるある人たちにフォーカスが合ってる話で、事実上実際フォーカスも合ってないわけですけど、はい、まあそこにも生きた人がいるんですよっていうのは、まあ、そう、当然そうだよなと。ね、で、まあそれはやっぱりこう十数年考えに考えて、行った結果、まあここまでこう、人生がこう、なんですかね、こう、うねっていくかっていうのに、うんうん、まあやっぱり非常に感動したのと、まああとその親の因果がここに報いじゃないんですけど、うん、やっぱこう世代の因果の、そうね。を、積極的に逆に受け入れていくっていう、うんうん、こう、戦いの仕方をしていく、人たちを描いてるところに、まあ、かなり僕は感動したというか、うん、いい映画だなと思いましたね。なんかあんまり人入んなかったみたいで、もったいないなと思いますけど。最後の最後になんか、とても魅力的な禁じ手があったりとか。あ、そうなんですよね。それはちょっと言えないですけどね。まさにね。すぐ、まあ、でもね、注意、ユーヤホームで、わーですよ。ゴギンサーガはね、でもね、序盤でですね、ヒップホップがどうこうみたいなセリフがあるでしょ、あれがね、なんでこう、もう全然もうね、どこから突っ込んでいいんだこれはみたいな。ちょっとね、そうなのがあったんですけど、まあそれ以外はすごい、難しかったですね。難しいですよね、その、ナウい感じになっちゃう感じですよね、もうね、そうそうね、その癖はでも、まあね、毎回ちょっとちょろりとある、むしろ作家性の部分っていうところもあって、そう、一概に否定もできないんだけど、はい、そうですね。まあでも、そうなんです。いろいろ気にはなったんですけど、やっぱその情念の強さっていうか、うん、かなり圧倒的だなと思って、まあ、はい、印象に強く残りましたね。はい。で、8位の45歳からの恋の幕開けっていうのは、これは割と最近出た DVD ストレートの劇場未公開作なんですけど、でも主演がジュリアン・ムーアとかですね。で、グレッグ・キニアとか、あとリリー・コリンズとかですね、うんうん、あと1センチの声の、が出てて、かなり豪華なキャストなんですけど、うんうんうん、まあ、アメリカの田舎の、英語の教師、まあ、国語の教師というんでしょうかね、高校の国語教師をやってる、女性が、まあ、ジュリアン・ムーアで、まあ、タイトルになってる、まあ、45歳からのっていうことになってますけど、まあ、いわゆるこう、なんですかね、こう、結婚してない、うん、まあ、読書大好きな、ちょっと地味な、女性なんですけども、まあ、彼女のところにその昔一番この子は伸びるなって思ってた生徒が、まあ、要するに脚本家になりたいって言ってた生徒がいて、その子がま、ニューヨークの大学で劇作家コースで頑張ってるって、まあ、彼女のま、ある種の支えであった生徒が、ま、田舎に帰ってくると。うん、で、まあ、夢破れて帰ってくると。で、って言って、いや、あなたならいけると思ったのにって言って、じゃあ先生もう辞めるから、最後に書いた舞台用のね、戯曲台本読んでよって言って、読んだらものすごい傑作だったと。それで、彼女はなんとかその、彼の台本を、その地元で演劇にできないかっていうふうに、まあ、動いていく。でも、そこに、こう、今の彼女の、こう、人生のすべてを、まあ、ある種、なんですかね、固くしてしまうというか、そのことにかけすぎてしまうという。うん、で、まあ、そうやっていくうちに、だんだん関係がいろんなものが、こう、こじれていく中で、ちょっとラストが残酷すぎるから、地元でやるにはラスト変えてくれっていうオーダーが来ちゃって、で、彼がそれは嫌だって言ってみたり、で、じゃあ誰かリライトしなきゃいけないって言って、結局その先生がすることになってしまったりとか、まあ、いろんなことがこうねじれていくんですけど、なんですかね、こう、地方在住者の幸福論みたいなものを、コメディタッチではあるんですけど、かなり実は、真剣に描いてて、ちょうどリライフっていう映画が、僕は推薦コメント書いたりしたんですけど、はい、ヒュー・グラントの、はい、とタイミングがちょうど、リリースのタイミングがちょうど近かったんですけど、かなりついになってるというか、こう、一緒に見るとまたね、面白い発見があるんじゃないかなっていうような感じの映画でしたね。DVD で出てますね。面白そう。これはおすすめですね。すごいな。はい。で、7位の、ちょっと長いんですけど、戦慄回帰ファイル超怖すぎの 2本目っていうか、パート2なんですけど、
これは、仕事仲間の白石浩二さん、はい、フェイクドキュメントーラーが得意の、白石さんがもうずっとやってる、怖すぎシリーズっていうのがあって。この一個前かな、は見ました。あ、本当ですか、はい、うん。で、これかなり面白い。うん、要は、そのフェイクドキュメンタリータッチを活かした、まあ、連ドラみたいな感じなんですよね、うんうん。だんだんキャラクターがこう成長してって、うんうん、ストーリードラマになってきて、もう、第一シリーズはもうものすごいことになるんですけど、うんうん、まあ、それの新シリーズで、の2本目なんですけど、今年実は見ながら涙が溢れたのはこの1本だけだったんですよね。まあ、基本はもちろんフェイクホラーなんですけど、こう、白石さんはグロテスクっていう映画が昔ありましたけども、うん、監禁者の。あれの前兆版っていうのがものすごく誠実なラストというか、すごい胸に刺さるラスト で、割とこう人と人とがこう関わることのに対する希望みたいなものを、白石さんはもう結構信じて、そのままでは描かないんですけどね、ちょっと逆説的な描き方をするわけですけど、うん、今回もそこをかなり強くついてきて、ちょっとですね、登場人物に対するこう、姿勢が、こう、優しいんだけどすごく厳しくて、でもやっぱり優しくてという、白石さんらしい、一見するとそうは見えないですけど、すごくあったかい作品でしたね。うん、僕はバルト9で公開した、ある優しき殺人者の監督を、この年の10に入れましたけども、それも、突き放しているようで、優しいようでっていう感じはありますね。うん、で、そうなんですよね、エンディングの愛情深さの度数が深すぎるというような。厳しく優しいという、うんうん。だから関わっていくっていう。うんうん、で、まあ、その分、まあ、暴力も出るわけですけど、うんうん、本当、これは、一本の作品として見ても、ほうほう、シリーズ知らなくて見ても、まあ、知ってるとなおいいとは思いますが、うんうん、素晴らしいです。特に、水沢慎吾さんという俳優さんが演じてる、キャラクターがいるんですけども、本当に素晴らしいですね。うん、はい。ぜひぜひというやつです。水沢慎吾さんってあれかな、あれ勘違いかな、あれだよね、トムさん、トムさんだよね。秋葉原の、ぼっちゃんの主役の、はいはい、埼玉のラッパーのトムさんですよね。はいはいはい、はい、でこれを見てあまりに素晴らしいんで、この間連ドラの劇場連の方で僕8話で出ていただいて、水沢さんに、はい、あ読んだと、はいはいはい、というのがあります。で6位の明日の家族の作り方っていうのは未公開な上に DVD にもなってなくてですねワウワウでだけやったというやつなんですけど、まあ、フォックス・サーチライトの映画で、丁寧な、人間ドラマなんですけど、サラ・ボルジャーっていう子役の女の子がいて、子役だった子ですね、うん、イン・アメリカ3つの小さな願い事っていう映画に出てた子なんですけど、まあ、その子がティーンエイジャーになってて、主演をしてるんですけど、まあ、要はそのジャンルで言うと、こう、カミング・オブ・エイジっていうんですかね、その成長物語なんです。まあ、普通の家族のね、そのアメリカのそんなにお金持ちではない家族の話なんですけど、まあ、いろんな問題を抱えてる家族なんですけど、素晴らしいなと思ったのは、まあ、いろんな問題がだんあって、だんだん最初はうまくいってる家族に見えたけど、ほつれが見えてきたぞ。で、家族が再生するっていう話になるのかと思ったら、まあ、そうじゃなくて、こう、家族っていう仕組みから解放されてく、家族たちを描いていて、これも同じなんですけどね、厳しく優しい。作りでね、特にまあ、ナレーションの使い方がまあ本当に絶妙で、本当に素晴らしいので、これはなんとか誰かソフトにしてくんないかなっていうふうに思いますね。本当はこれを1位にしたいくらい。そうなんです。そのぐらい個人的にはすごく好き で、うん、で監督は恋する宇宙っていう作品を前に撮ってて、アスペルガーの天体オタクの青年と、まあ、童話作家志望の、心の傷ついた女性がこう、恋愛していく話を、まあ、丁寧に描いてた人なんですけど、うん、まあ、今回脚本家は別なんですけど、ものすごく誠実に描いてて、素晴らしいなと思いました。で、5位が忍者アベンジャーズっていうやつで、うん、これはですね、2009年に忍者っていう映画があったんですけど、うん、それの続編で、アイザック・フロレンティーンっていう、B 級のアクションが得意な監督がいるんですけど、その人と脚本家のデビッド・ホワイトと、あと主演がスコット・アドキンスって、これ多分三角締めさんは詳しいと思うんですけど、この3人が、一緒に何度も映画を作ってて、まあ、要は格闘技ができる人が主人公なんですけど、で日本から肘井美香さん、で、1作目は伊原剛さんも参加してて、で、今回の2は姿俊さんとか、ケイン・コスギさんも出てて、で、まあ、要は現代にいる忍者の話なんですけど、まあ、とにかく、これこそあるジャンルの形なんですけど、形に対する、
情念がすごくてですね、いかに形をちゃんとやるかっていうところの真面目さが、同行してるというかですね、で、特にその、アナログのそのアクションにはこだわっていて、まあ、CG はほとんど使わずに進んでいくんですけど、最後の最後にデジタルを使ったショットが出てきて、じゃあそれで何をやるのかなと思うと、実はそれはアクションじゃなくて、こう、登場人物の上巻の方に使うんですよね。ちょっとびっくりするんですね。本当に気真面目で。で、いわゆるその、証拠すぎの忍者映画の、スピリットは残しつつですね、描き方はすごくその後の現代のアクションの見せ方っていうものを、まあ、丁寧に見せてて、これはちょっとおすすめです。前作も含めて。これはソフトも出て出てます。で、ブルーレイにもなってますね。忍者アベンジャーズ。忍者アベンジャーズ。で、4位は、まあ、サンドラの週末で。まあ、これはもういろんな人がいろんなところで語ってますけど、ダルデンの兄弟の新作ですね。はい、これ見ました、はい。はい。もう大好きなんですけど、まあ、なんですかね、こう、かなりサスペンスフルな、プロットラインだと思うんですけど、まあ、それを徒歩の速度でやるっていう、そこがやっぱり素晴らしいなと。歩いてね、近場の同僚の家を回るって、ね、回るという。バス乗ったりもしますけど。そうですね。で、音楽はもう劇中のカーラジオの曲以外はかかんないっていう、うんうん、まあ、ぼーっと見てると眠くなるかもしれないという。でも、ま、これ、二度目三度目見ていくと、どんどん聴いてくるという、ちょっとスルメ的な魅力もあって、まあ、ダルデンの兄弟の映画は、ま、いつも好きなんですけど、まあ、特に好きな一本になりました。わ、うん、かりやすいですけどね。ゴールがはっきりしてるんで。そうなんです。実はね、かなりルールがはっきりして、明確な軌道がある話ですね。はい、で3位がリベリオン・ワルシャー大攻防戦というこれね、実はこの間ね、ちょろっと話したときに、あ、そうですね、すごい、なんだそれっていうね。これはですね、未公開で、まあ、もうすでに DVD が出てますが、ワウワウでも放送済みで、あと、この前新宿でやってたポーランド映画祭2015っていうのでは、スクリーンで上映されたんですけども、ポーランド史上最大のヒット作と。ということで、まあ、要は、この、リベリオンって最初聞くと、ガン型の続編なのかなと思ったんですけど、うん、まあ、うっかりそう思ったんですけど、まあ、もちろん全然違ってですね、第二次大戦の、1944年に、ナチス占領下のポーランドで起こった、ワルシャワ放棄の話ですね。で、まあ、かなりハードな戦争描写というか、その戦場描写というか、一般の市民が大量に亡くなった、出来事なので、残酷な映像は相当出てくるんですけど、まあそれだけではなくて、まあ青春映画の軌道を使いながら、きっちり見せていくっていう、まあ丁寧な。で、それでいて、描写がもう、いわゆるその、プライベートライアンシンドロームに陥りそうになるのをギリギリかわしつつ、ちょっとあんま見たことないぞっていうシーンも出てきてですね。まあ、ちょっと一つだけ言うと、まあ、例えばヒロインの女の子がいて、道の向こうの建物がまあ空爆されてバーンって爆発するんですね。で、そこからちょっと1秒2秒のタイムラグがあってから爆風が来て、彼女がボンと吹っ飛ぶ。まあ、ここまではまあ割とよくある表現だと思うんですけど、で倒れた彼女が身を起こすと、急にポツポツポツって雨の SE が入るんですよ。昼間で晴れてんの。なんだろうなって見てると、それ雨じゃなくて血なんですよね。で、見上げるとなんかものすごい量のものが降ってくると。まあもちろんそれは前方で十数秒前に爆発した建物の中にいた人の、まあ、ね、っていうことなんですけども、それがこう当たって、それで亡くなる方がいたりとかっていう描写を、割と丁寧に見せていて、まあ多分当時の方の証言っていうのを聞いて作ってるんだとは思うんですけど、もうそういうところをしっかり見せながら、こう物語のこうプロットラインにこうお客さんをこうドラマの感情に乗せていくっていうのをう交互に丁寧にやってて、見応えがありました。相当。これはちょっともったいないですね、公開しないというか。うん、まあ、結構大作なんですね。ものすごい大作です。うんうんうん、でただ、その監督で脚本も書いてた、ヤン・コマサさんという人はすごく若い方みたいで、まあ、綺麗にも撮るし、そういうハードなものも撮るし、でその途中で時々急にですね、マトリックスみたいな演出になるところがあって、こう、弾丸がスローで、で、それでそれをこう避けてみたいのが、急に入って、避けるとちょっと一瞬避けちゃう。避けてというより、どっちかというと、こう、戦場でこう、抱き合う二人の横を弾丸が通るみたいな、描写が急に入ったりして、うん、どうしたのかなって一生思ったりもするんですけど、うん、まあ、それはそれとしてですね。でも、題材に対しても、キャラクターに対してもすごく誠実で、これは見応えがありましたね。リベリオン、ワルシャー大攻防戦。ワルシャー大攻防戦。これはビデオ屋さんにあると思います。はい、で、2位が、ファイナルガールズ惨劇のシナリオってやつで、これはもう本当最近出たばっかりの DVD スルーなんですけど、うん、まあ、アメリカでは実は10月に公開されたばっかりで、うん、
それがもう。もう出ちゃったんですよね。うん、で、あの、タイサ・ファーミガっていう、あの、記憶探偵と鍵のかかった少女っていうのに出てた、あの、女の子が主演で、これはですね、あの、まず、プロットラインが素晴らしかったですね。ヒロインのそのタイサ・ファーミガが、まあ、10代の女の子なんですけど、3年前に、まあ、お母さんを事故で亡くすんですね。で、このお母さんっていうのは、実は、あの、売れない女優さんで、あの、大昔若い頃に13日の金曜日みたいな映画の、うん、3番手ぐらいで殺される女の子をやったのが一番の当たり役というか、一番それでもメジャーな仕事だと。で、まあ、それしかないと。オーディション落ちまくると。で、学費も大変と。なので、娘はバイトするみたいな、そういうでも仲良し、あの、母娘というかですね。なんですけど、まあ、ちょっと、あの、娘のちょっとしたミスで交通事故が起きてしまって、お母さん亡くなっちゃう。で、ポンと3年後に舞台が飛ぶと。と彼女はその思いを引きずって、まあ、心の時間が止まった状態で、まあ、学園生活を送ってるんですけど、まあ、新しくできた同級生とかと遊んでると、ホラー映画マニアの男の子がいて、今度地元の映画館で、あの、13日金曜日みたいな、この劇中でやってる血まみれキャンプ場なんとかみたいなやつの、あの、シリーズ一挙オールナイトがあるから、行こうよみたいなこと悪気もなく言うんですね。でも彼女からするとお母さん出てて、まあ、きついなと。まして殺されちゃう。そうそう。だけど、その映画館、主とかにも頼まれて、トークショーに出てよみたいな、お母さんのこと話してみたいなことで、きっついなと思いながら、まあ行くんで。で、まあ映画を見てる。そうすると、若い頃のお母さんが、まあ本当3番手に殺されるような子なので、もうアッパラパンみたいな役なんでしょうね。で、80年代を忠実に再現した劇中の映画が出てきて、で、嫌だなと思いながら、でもお母さんがニコニコしてるショットを見ると、つい微笑んじゃうヒロインがいて、そんな中、ちょっとした事故が起きて、劇場で火災が発生するんですね。でも逃げよう逃げようって話になるんですけど、まあ、ドアが開かないってパニックになって、で、この女の子と友達数人が、あの、スクリーンを破って裏から逃げようって話になって、あの、スクリーンを切り裂くんですね。で、その次の瞬間に彼らは映画の中に入っちゃう。面白い。30分目に映画に入っちゃうんですね。で、あれってさっき見たオープニングと同じことが起きてるぞと、ここどこだと、映画館だったのに。で、そこで、当然起きることですけど、お母さんと会っちゃうわけですよ。でもお母さんは劇中で演じてる役柄なので、言えない、わからない。でも彼女はお母さんを見て、まあもう涙が止まんなくなっちゃうと。なんで泣いてんのみたいなこと言われながら。で、最初は喜んでるんですけど、映画の通りに進行していくので、当然ジェイソンみたいなものが現れる。面白い。で、ファイナルガールっていう言葉は、そういうジャンルで最後に生き残って戦う女の子のことを言うんですけど、うん、お母さんファイナルガールじゃないんでしょ。3番手で殺されるような子なんで、なんとか彼女をファイナルガールにして、助けられないかっていうふうに彼女自身、主人公自身が、その、リライトしていくというか、こう、要するに、行動を起こせば映画を変えられるんじゃないかっていう風にしていく、うん、自分と同い年ぐらいの頃のお母さんとこう、うん、バディになっていくっていう話で、うん、ちょっとね泣けるんですよこれがね。でそれでいて細かいその元のそういうスラッシュ映画に対するパロディっていうのも、うん、形だけじゃなくて、うん、かなり細かいとこまでこう本当信用できるレベルのパロディをやっていて、でも走りそっちに走りすぎず、うん、ドラマとしてきっちり見せていくっていう、ちょっとなんかその過去改変ものとかにも近いような、そうなんですね、あれも持ってるってことですね。タイムスリップものに近いような構造を持ってる、うん、カイロの紫のバラみたいな入っちゃった感じと、うん、ね、なんかすごい、はい、バックトゥザフューチャー、そうね、そうなんです、そうですね、まさにバックトゥザフューチャー、うん、それをこのモチーフでやるのかっていうところが面白くてですね、入り口本当ファイナルデスティネーションものかみたいな、かと思いきや、と思いきや、そうなんです。で、まあ、基本は、コメディなので、そうなんですよ。実は、ホラーではなくて。今すごいシリアスな話だと思って聞いてました。シリアス、シリアスなその感情は流れてるんですけど、うん、描き方はコメディなので、うん、こう、そこがすごくよくできていて、もう本当にこう、ファミリーで見られるように作っている。あ、そうなんですか。ですよ。そこがね、まあ、多分、若干好き嫌い分かれるとこかなと思いつつ、まあ、ビデオ屋さんに行くとコメディのコーナーに置いてあるて。まあ、映画に入っちゃうは、でもさすがに確かにそういうぐらいの処理、ね、コメディ感処理じゃないと難しいかっていうのもですけど、そうなんですよね。だからフィクションラインをバンと上げて、まあ、少し軽めの調子で描いていくので、逆にまあ、後半なんかはちょっと、逆に泣けるっていう。ドスンとくる。はい、ドスンとくるっていう。これは本当にね、今、新作のコーナーにあったりすると思うので、ぜひぜひ。考えるなそうなんですね。で、最後すいません、長くてごめんなさい。はい、1位6年愛ですね。これはネットフリックスで今見られる作品で、
ハンナ・フィデルっていう女性の、30歳の女性の監督が、監督と脚本を担当してるんですけど、この人日本には、この前に女教師っていう、中編の映画が日本に入ってきてて、まあビデオ、DVD 出てるんですけど、まあ置いてる店が少ないと。でも、まあインディーズのアメリカの、その、作家の間ではかなり有名な人で、ハンナ・フィデルは。サウスバイサウスウエスト映画祭ですかね。あそこで新人女性監督賞とか取ってる人で、相当一部では注目されていたんですが、やっと新作が見られると思ったら、まあソフト化ではなく、まあネットフリックスという配信という形だったんですけども、まあそれでも見られるっていうのは本当にいいことで、まあネット配信の恩恵というか、それをすごく感じる年でも今年はあったんですけども、まあこれも実は主演がタイサ・ファーミガでですね、さっきのファイナルガールと同じ女の子なんですけど、もう全然演技の質が違ってて、ハンナ・フィデルがかなり細かく、内面演出を相当したなという。で、とにかくこのハンナ・フィデルっていう人は、その人物の心理描写が異常に繊細で、丁寧でですね。で、今回の話というのは簡単に言うと、交際6年目の、カップル、まあちょっと倦怠期のカップルの関係が、まあ静かに崩壊していくという、もうそれだけのプロットラインなんですけど、まあ、面白いですね。面白いというか、まあ、興味深いというか、よくできていて。で、それだけだったら、こう、いわゆるスケッチ風のね、こう、あるある的な、こんなことあるね、こんなカップルだとこういうことあるねっていう連続になりがちなんですけど、この人うまいのが、ジャンルの軌道をこう、薄めに敷いておいて、そこに、こう、なんですかね、この、ハンナ・フィデルが、考える、あるいは見てきたであろう、いろんな人のその、崩れてく思いみたいのを乗せていくのがすっごいうまいんですね。で、今回は、前回のその、女教師とは比べ物なんだぐらい面白くなっていて。ジャンルの軌道ってこれで言うと、どんなの？まあ、要はですね、なんつったらいいんだろうな。メロドラマの軌道ですね。これ、恋愛は使ってるから、と言って、必ずしもメロドラマになるとは限らないんですけど、こう、実はこう、メロドラマの不倫物の軌道を、まあ、実は薄く敷いてて、それを完全に辿ると、いわゆる普通のメロドラマですよね、劇的な、雨の中走ってもう一回再会するみたいな。で、そうはならないんですね。こう、限りなく普通のスケッチのように見せておきながら、構造的にはポイントポイントにこう転換点を作っていくっていう。だから割とそのソフトストーリー派の人ってそこがこう途切れちゃう人結構多くって、プロットの因果関係が崩れて、こう軌道がね、不明確になるのがいいんですけど、今回はそうなってなくて、非常に面白い。描写描写は丁寧で繊細だけど、ぐいぐいそのストーリーもちゃんと起動していくという。はい、ただし決してこう、上がったり下がったりっていうジェットコースター的にこう出来事ができるわけではないんですよね。その人物が、普通の人は小さいと感じる出来事を、まあ、大ごとに感じるんだっていうふうに見せていくことによって、こう波に飲まれていくというんでしょうか。よく面白いストーリーの映画を見た時に、面白いんだけれども、あ、なんか人工的なものを見せられたな、って思う時ってないですか？あります、あります。それの、逆なんですね。逆なんですけど、はい。だから、あ、興味あるな。そう、すっごい面白いですね。ですから、こう、形になってないんですね。こう、割とこう、気持ちの方で押すんですけど、ただ、まあ、前のやつは割とちょっと気持ち優先しすぎて、団子の串が通ってないような、団子一個一個は美味しいんだけど、串が、まあ、貫通してないな、みたいなのがあったのが、今回はしっかりと繋がってて、まあ、ただ、ちょっと思うのは、脚本一人で書くことに、ちょっとこだわりすぎなのかなと感じる部分はややあってですね。なんですかね、こう、プロットの因果関係を、こう、お客さんがあれがあったからこうなんだなって類推させるのが、時々やっぱちょっと、こう、気分の、エッセイ的な気分に流れちゃうような、それがちょっとあるみたいで、似たようなテイストの作品をアメリカで発表してるドレイク・ドレマスっていう人がいるんですけど、この人はいつもベン・ヨーク・ジョーンズっていう相方の脚本家がいて二人で書くんですね。フェリシティ・ジョーンズを有名にしたコンビですけども、要は、あれやった人ですね、ホーキング博士の映画のヒロインをやった女優さんをこう見つけてきた人たちですけども、この人たちとちょっとテイストが似てるんですけど、ここはやっぱりこう二人でかなりこうやり合いながら、プロットを整理してってるんだろうなっていうふうに思うので、そういうふうにすると多分ものすごいことになるだろうなと、ハンナ・フィデルは。
どうしてもあの中編の水増しっぽくなっちゃう時があるので、うんうんうん、あと 2,3 エピソードが足んないんじゃないかなっていう感じの時があるので、うん、すごい、でも先生の、いやいやいや、余計なお世話だったかもしれないですけど、でもそう見えるので、なんか、うんうん、でもそこを克服したらこの人相当すごいことになるんじゃないかなという、うんうん、だってまだ全然新人の部類なんですもんね。そうですね、うん、まだ3本目で、それも低予算のインディーズの作品なので、うんうん、あのもう近いうちに必ずメジャーの作品を撮るんじゃないかなというふうに思ってます。映画見てて、あ、これはちょっと一人でやりすぎてるんじゃないかなって、要はそのこれ難しい問題なんですけど、日本のシナリオ学校の生徒が書きそうな本ではあるんですよね。そのあるタイプの人が、うん、で、ただそれが映画にならない限り、そのシナリオは、うん、まあ、映画的なこうあるこうジャンプがどうしてもできない、うん、で、そことちょっと近い匂いが、まあ、正直言うとあってですね、うんうん、ただ優秀な撮影監督とこの人組んでいて、この撮影監督はもうずっと一緒にやってるんですけど、かなりこう本当なら描写されきれてないんじゃないっていう人間の心理をスッとこう撮る位置にカメラを移動させるのが、手持ちで移動させるのがむちゃくちゃうまくて、かなりこのアンドリュー・ドレス・パレルモっていう撮影監督なんですけど、この人でかなりこうカバーされている、ひょいと位置を変えて、その普通は切り取れない感情を切り取る、これはね、相当うまいんです、この人が。ほんのちょっとなんです。ほんのちょっとの役者の呼吸を読んで、スッとこう、的確な位置にこうカメラがちょっと移動するんですね、こう。手持ちで、こう、ちょっと移動して。それはでもやっぱ監督の視点ですね、完全にね。もう本当にこう、素晴らしいコンビネーションだと思うんで。まあ、だから場面場面で、はあるけどもっていうことなんですかね。そうなんですよね、うん、ヨーロッパ映画的という言い方は語弊があるかもしれないけど、いやでも本当にそうで、サンダンスとかでもやっぱ評価されてるタイプの人なんで、うんうんうん、まあ、アメリカ人ですけど、まあ、そういうタイプの作家かなと思います。はい、すいません、長々と。いや、いろんな映画があるなあ。何も見てないな俺は。いや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 ねえ、200本、まあでもそのぐらいね、ネットフリックスとかも視野まで入れると、あと DVD するとかまで入れると、やっぱりね、そうですね、ということです。さっき言ったその前だったらミニシアターとかでちゃんと機能してた時、うん、ところが、その劇場公開のところで、まあやってるけど、もちろんその武蔵野館とかね、そういうところでも、でもやっぱなると、やっぱその DVD するとか、うん、ネットフリックスとかが拾ってたりするってことですかね。秘宝系でもそうだし、アート系でもそうだっていうことがよくわかります、ね、うん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 、ああ、そうですね。だから先ほどね、ランキングと言った高橋さんが、サーチしないといけないなと思ったっておっしゃってましたけど、うん、全くそうだなと僕も出て、その、わざわざサーチしようと思ってるわけじゃないんですけど、その方が、僕の割と原体験の映画体験に近い感覚があって、はい、要は、情報をあんまり知りようがなかったですし、当時、子供の頃。うん、でテレビの洋画劇場で育ってるので、はい、なんだかよくわかんないものを、こう事故のように出会っちゃうっていうのが、うん、今結構人工的に自分からやらないと結構難しいんですよね。で、そういう意味ではその DVD がむちゃくちゃな量出てるので、うん、まあ大変な事故になっちゃう場合もあるんですけどでもやっぱりなんかこの番組でね、やらせていただいた4とか5とかじゃないんですけど、いいものがとかね、うん、あとその本来の軌道を使ってそれをひっくり返しながら何かをやろうとしてる人とかと出会える機会がいっぱいあるので、うんうん、なるほど。で、そこにまあネット配信も加わってきたんで、ちょっと面白いなと思ってるんですけど、ね、うん、サブスクリプションだとね、要は値段はとりあえず気にせずさ、うん、こう普段だったらトライしないようなトライできるっていうのがあるから、ひょっとしたら事故は、いい事故は上がるかもしれないですけどね、うん、そんな気はしますね、うんうん、なるほどな。でもそこにダルデンド兄弟とか入っていくか面白いですね、やっぱり。あ、そう。忍者アベンジャーズとかね。忍者アベンジャーズの次はサンドラの週末ってね、うん。どういうことだよって思うわけですか。それはすごいです、ね。いや、でも本当勉強になります。いやいや、すみません、うん。すごい面白いです。最高です、うん。はい、ということで。いやー、すっかり盛り上がってまいりました。面白かったです。ね、面白いですね。はい。皆さんありがとうございました。じゃあ、まずちょっとこの放課後ポッドキャスト、はい、第1部ということなんですが、なんかお知らせ事じゃ、せっかくなんでございましたら、島田さんからお願いします。あー、お知らせ事ですか。うん、なんかあるか。あれ、来週出るって言って、ね。来週ね、正月特番、はい。そうです、ね。ゲーム大会。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、そんな感じで。それまでに思い出しておいてください。そうですね。はい、宮下さん何かありますか。そうですね、まあ、ちょっと来年公開する映画があったりはするんですけど、なんか言えない、微妙に言っちゃいけないらしいんですけど、うん、ちょっと
今いつもとは違うジャンルのものが一本控えてるのはあります、ね、ホラーじゃないではないですね。あのちょっとエロスですかね、の題材で、でまあまたお伝えできればなと思ってます、はいはい、やっぱそういうのって趣味が出ちゃいますかね。出ますね。嫌なとこから来るね。キューって、キューって。ユウさん何かありますか。もう身近なことですけども、うん、TBS ラジオで私が構成しております火曜ジャンク爆笑問題カーボーイの、来週火曜日の企画がメールナンバーワングランプリといって、ギャグネタの常連さんたちのベスト5が戦うというのをやりまして、これ島尾さんもよく分かってると思いますけれども、僕も楽しみなんですけども、これも1年に1回の企画というのはもう今年で何回目かになるんですけど、うん、そういうのやるので僕も楽しみですが、皆さんもよかったら聞いてください。はい、ということでございました。長々とお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ということで、じゃあこちらから改めて、はい、島尾真帆と三宅龍太と高橋洋二と、歌丸でした。まずは第1部集でございます。